店員に売り込まれるのが苦手です。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル。洋服店などで行くとですね、お店の方がいろいろとこう話しかけてきて、こちらいかがですかとか勧めてきたりするっていうのがよくあると思うんですけど、こちらはただちょっと見たいなっていうだけの時ってありますよね。もうちょっとほっといてくれよっていうか、あるいはもうちょっとこう見てから、ちょっと分かんないことがあったり質問したり試着させてくださいみたいなことになるっていうことで、いきなりこう入ってすぐ声かけられたらなんかちょっと嫌な気がするというようなことっていうのがあると思うんですけど、まあそういった場合のちょっとした対処法といいましょうかですね、アイデアっていうのをお伝えしたんだけども、アメリカとか海外に旅行した時に覚えておいた方がいい英語っていうのがあって、 Just looking around、 ただ見てるだけですっていう、そういう意味なんですけど、海外とかに行くと向こうの人も結構積極的なんで、 Hello とか言ってもうすぐ声かけてきて、どんなのがいいですかとかいろいろ質問してくるんですけど、なかなか結構うざかったりするじゃないですか。そういう時に Just looking around って言うとですね、スーッといなくなるんですね。あるいはじゃあ向こうの方にいるから声かけてねとか、分からないことがあったらいつでも質問答えるよって言って、パーッとスーッといなくなるんですよ。だからただ見てるだけなのでほっといてくださいっていう意味なんだけども、すごい効果があるので、海外に行く時とかすごく覚えておくとですね、ゆっくり見れて便利な言葉です。で、日本の場合も、まあ、そういうコミュニケーションがちょっと足りないのかなというふうに思うところがあって、ちょっと見たいので分からないことがあったら後で質問しますって言えばいいんですよね、店員さんが来た時にね。ここまで言われて食いついてくる人っていうのはそういないと思うので、だからこちらもどうしても店員さんのペースにこう乗せられちゃうので、なんか見たくもない服を見たり、そんなの着せられたり、そのうち買わせられたりっていう風になっちゃうと思うので、こちらの方もちゃんと自分の思ってることをですね伝えればいいし、ただ見たいだけな、とりあえずちょっと一通り見させてくださいみたいなことを言葉でね言えばいいという、ただそれだけの話だと思うんです。コミュニケーションって結構難しくてですね、アメリカ人の場合はそういう風に言葉に出してコミュニケーションすることが前提になっていますから、本当に Just looking around 一言言うとね、呪文のようになくなるんですよね日本の場合はそうならないと、言葉じゃない部分でのいわゆるノンバーバルっていう部分でのこう意思疎通っていうのが多いということにも関係してるのかもしれませんけど、逆にそういう不快な対応とかですね、こう強く来られている時にこちらは嫌な気分が持っているということであればですね、ちょっと一人で見させてくださいとかですね、もうちょっとじっくり見させてくださいとか、そういうことを言うっていうのは当たり前のことですよね。自分の感情をちゃんと伝えるということですね。黙っていればいいということじゃないので、黙っているからこそ向こうはもっと聞きたいのかなとか思っている可能性も、誤解する可能性もあるので、思っていることを伝える、まあ、それもやんわりと伝える方法としてですね、ちょっと商品もう少し見させてくださいみたいなね、こういう表現っていうのはいいんじゃないかなと思うので、覚えておいてですね、日本でもそして海外でも使うと、とても快適にいろんなお店をですね見て回ることができるので、覚えておくといいんじゃないかなと思います。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。